最後に一言いいでしょうか、はい、う僕は今回だけは日本はビッグチャンスだと思いますなるほどコーポレートガバナンスの話が進んで、うん、ついに東証が PBR1 倍割れはある意味で恥だって東証が宣言をしたわけですね、はい、今年は十何兆円20兆後半ぐらいまで配当金場合によっては自己株と足すと30兆を超えてくるとそのものすごい株主還元が進むこれがある意味の株主還元元年。 なるほどになるかもしれないそれと景気が良くなっているそれからインフレもちょっとずつ始まった金利はモダレートに上がるっていう意味ではこの1年が投資家人生の中では一番動きそうな時だなって感じます。